俺これ本当にですね、この消しゴムを持っていました。俺これあの、はい、落下溶液につけて固くしてましたボクシーのね、そうそうそう、うわ来ました、すごい。というわけで、はい、やってまいりました。こちらの1台目ランボルギーニカウンタック LP500S という、 500S ですね、はいはい、一応これでもモデル的にはですね、うん、5000S という、まあ、北米仕様の、そうかそうか、それで多分まあスーパーカー好きな人は 5000S ってなんか聞き慣れないけど、そういうことかと、はい、そうなんです、うん、まあ、一応でも日本名的にはまあ 500S ということでございまして、まあランボルギーニカウンタック的にはですね、まあ3世代目にあたる感じのモデルになるわけなんですけども、え、まああの 500LP500S ということで、この特徴的なのは、もう低いですよこれ。これファミレス入れないですね。そうそうね、だってスタンドにも入れないんじゃないですかだってほらこんな、こんなですよさあ早速ですね、コックピット、コックピット見てみましょうか。運転席の方ですね。はあ、そしてごめん、コックピット行かなきゃいけないのにエンジンルーム先に見ちゃった、ごめん。あ、後で話す、はい、そしてコックピット、これちょうどね、あのオレンジのモデルなので、はい、まあ、内装もですね、このオレンジレーザーがしたいと思いますが、はい、閉めます。じゃあドアを閉めたいと思います。これエンストとかしても笑わないですか。あ、もちろん。これずっとブーっといったら大丈夫なんですか。多分、あ、大丈夫かと思いますが確認してみましょうか。はい、一応ちょっと閉めてから行きましょう。あー、これドアもどうやって閉めればいいんだろうっていう。あー、閉まりました。いけそうですか。これでクラッチ繋がるんだ。ミートポイント、あ、来ましたね。どうですか。あ、うお、欲しい、まあ、どう横に乗って。いや、なんかもう感無量ですね。俺カウンタック運転したちょっとこれ今汗だくですね。まあでもだいぶあれでしょうね、日当たりが強いんで気化してしまう可能性がありますけどね、それぐらい広いっていうことですよ、このやっぱ低回転からこうアクセルを踏んでこうね上げてってモリモリモリゴゴゴーっていう、気持ちいいですね。気持ちいい。買って安く買って、でダートらしいようにして、あのダートコースとかでちょっと練習してた時期がありましたね、やっぱりね。もう本当奥深いなと思って。そうですね、うん、まあ本当にあの、まあ、僕も18で免許取ってからずっと乗ってるので、うん、まあ自動車運転歴はもう成人したわけなんですけど、20年を超えたんですが、うん、まだまだでも楽しみたいし奥も深いしっていう、うん、本当に生涯あの楽しめる、うん、趣味として今後もですね、まだまだ車掘り下げていきたいなと思ってる次第で、うん、そろそろ上がりの1台っていうのをですね、そうね、考えなきゃいけないなと、うん、最後に乗る車は何だろうなっていうのを、うん、これこうちょっと最後に聞きたいんですけども、ミキ、うん、さん的には上がりの1台としたら、これ明日には変わってていいんだよね。いいです、今、ね、この場です。今でいいです。今だよね、今この場で、はい、今の、はい、俺の上がりの1台、はい、